なに効果があるなんてもっと早く知りたかった。今回の動画は40代以降必見、ハチミツレモンの痩せる食べ方、太る食べ方というテーマでお伝えします。ハチミツレモンって疲労回復に効果的なイメージはあるけど、ダイエットにも効くのと思った方多いのではないでしょうか。実はハチミツレモンは代謝の低下を感じやすい40代以降の方に特に取り入れてほしい食べ物、つまりダイエットに加えてアンチエイジングにも効果的なんです。ただ正しい取り入れ方を知らないとかえって逆効果になってしまう危険もあります。ということで、今回の動画は最後まで見れば正しくハチミツレモンを取り入れて簡単に綺麗に痩せる方法がわかりますよ。ハチミツレモンの効果1、代謝アップ、アンチエイジング効果。冒頭でもお伝えしたように、ハチミツレモンには代謝アップ効果が期待できます。その理由はハチミツにもレモンにもポリフェノールが豊富だから。というのも、ポリフェノールっていうのは体の酸化を防ぐ効果があるんです。つまり細胞、血液レベルで老化、代謝の低下を防いでくれるんですよ。そのためダイエットだけではなく美容、健康にも効果絶大。加えてレモンや蜂蜜に豊富なビタミン C も抗酸化作用が高い栄養素、特にビタミン C は肌の老化予防にも効果的。そのため蜂蜜レモンは代謝の低下や見た目の老化が気になりだす40代以降の方に特におすすめしたい食べ物なんです。さらにレモンに豊富なクエン酸や蜂蜜に豊富なビタミン B 群には糖質や脂肪を効率よく代謝し、エネルギーに変換してくれる効果まであるんですよ。このことからも蜂蜜レモンは代謝アップに効果的と言えますね。蜂蜜レモンの効果2、脂肪をつきにくくする効果。先ほどレモンにはポリフェノールが豊富とお伝えしましたよね。実はあまり知られていないんですが、このレモンのポリフェノールには脂肪の合成を抑制する効果があるんです。とはいえ、甘い蜂蜜を摂ると逆に脂肪がついてしまうのではと不安になった方もいるのではないでしょうか。しかし適量の蜂蜜であれば反対に脂肪の蓄積を予防する効果が期待できるんです。なぜなら蜂蜜の糖質には血糖値を適度に上げて安定させる効果があるから。というのも、脂肪蓄積の大きな要因というのは糖質の摂りすぎに加えて血糖値を急上昇させることなんですね。その理由は、血糖値が急上昇すると血糖値を下げるために糖を脂肪として溜め込む作用が起こるからです。しかもこの反動で血糖値が急降下するとまた血糖値を上げなければと食欲や糖質欲求がアップしてしまいます。なので甘い蜂蜜には血糖値や食欲を安定させて脂肪をつきにくくする効果があるんです。蜂蜜レモンの効果3、デトックス効果。これもイメージにないかもしれませんが、実は蜂蜜もレモンも便秘解消効果が期待できる食材なんです。というのも、蜂蜜には善玉菌を腸に定着させるオリゴ糖が豊富で、レモンには善玉菌の餌になる食物繊維が豊富だから。しかもレモンに豊富なビタミン C やクエン酸には腸の動きを良くする作用まであるんですよ。ちなみにこうして便秘が解消して腸内環境が良くなると、さらに美肌や食欲の安定効果が高まります。加えて蜂蜜やレモンに豊富なカリウムはむくみの解消に効果的。この点からも蜂蜜レモンはデトックス効果抜群なんですね。こうして不要なものがしっかりデトックスできると速攻痩せが期待できるだけではなく、脂肪もさらに燃焼されやすくなります。蜂蜜レモンにこんな効果があるなんてもっと早く知りたかったと思いませんでしたか？ただ、蜂蜜レモンの効果は分かったけれども、一体どう取り入れていけばいいの？どう作ればいいの？と思った方もいらっしゃると思います。そこで続いては、蜂蜜レモンの作り方と痩せる取り入れ方、太ってしまう取り入れ方、ご紹介していきますね。今回も最もオーソドックスな蜂蜜レモンの作り方ご紹介しますね。材料はもちろん蜂蜜とレモンだけ。たったこれだけでございます。目安量としてはレモン1個に対し蜂蜜は 70ml、だいたい 80ml 程度ですね。
で、お好みの分量で調節していただいて問題ございません。保存容器は普通のタッパーでも大丈夫ですが、長期保存できるように、できるだけ密封性が高く、あと清潔なものがおすすめです。事前に煮沸消毒しておくのもいいですね。こんな感じの瓶の容器だとおしゃれで気分も上がるのでおすすめです。最近では100均でもね、こういった密閉性の高いタイプの瓶が売っているので、蜂蜜レモン用に1つ用意しておくのもいいと思います。作り方は、よく洗ったレモンを輪切りにして、種を取って容器にレモンと蜂蜜を交互に入れていくだけです。この時レモンの皮は省かずに、必ずそのまま一緒にカットするようにしてください。なぜならレモンの皮にこそ先ほどご紹介したポリフェノールが豊富に含まれているからです。ちなみに蜂蜜とレモンの入れ方の目安としては、レモン3切れ程度入れたら蜂蜜を入れるというように繰り返してみてくださいね。できるだけ容器の上限マックスまで入れて、最後にラップをしてから蓋をすると、より密閉度が高まります。冷蔵庫で一晩以上寝かせれば完成です。冷蔵保存であれば1ヶ月程度持ちます。冬場であれば常温でも半年程度持つと言われています。では、この蜂蜜レモン、一体どのように取り入れればいいのでしょうか。今から最も効果的な取り入れ方をご紹介していきますね。蜂蜜レモンの痩せる食べ方、太る食べ方。1つ目、量。蜂蜜レモンはもちろんそのまま食べても OK です。レモンはたくさん食べてもさほどダイエットや健康に悪影響はありません。ただ糖質が多い蜂蜜はやはり摂りすぎると NG でございます。なので、蜂蜜レモンは1日につき2、3枚程度までにしてください。蜂蜜の量としては1日につき大さじ1杯程度を目安にすることがおすすめです。もちろん蜂蜜だけで取り入れても OK です。大体レモンが先になくなって蜂蜜だけが残ると思うので、余った蜂蜜は普通の蜂蜜と同じように取り入れてくださいね。蜂蜜レモンの痩せる食べ方、太る食べ方に種類。続いては、蜂蜜レモンで痩せるために最も大事なポイント、それは蜂蜜とレモンの種類です。というのも、蜂蜜とレモンというのは種類によって質に大きな差があるんです。まず蜂蜜についてですが、必ず純粋蜂蜜を選ぶようにしてください。なぜなら、純粋蜂蜜以外だと別の甘味料が混ぜられていて、かえってダイエットや健康に悪影響となってしまうリスクがあるからです。ダイエット的に一番おすすめなのは、血糖値がより上がりにくいアカシアの蜂蜜。私も普段こちらを使っております。私が使っているものはね、楽天で買ってるんですけど、また気になる方いらっしゃいましたら概要欄に載せておきます。そしてレモンはできるだけね、国産のものを選ぶようにしてください。なぜなら、外国産のレモンは長い船旅で腐らないように、日本で使用禁止の農薬や添加物が含まれている場合があるからです。これには強い毒性があって、問題とされているもの、なんと発がん性や生まれてくる赤ちゃんの危険性も疑われる薬剤もあると言われています。また、農薬や添加物は体に不要なものなので、細胞を傷つけてしまったり、解毒のために栄養を消費したり、解毒を担う肝臓に負担をかけることで代謝を落としてしまうリスクもあります。なので、国産のものであってもできるだけ無農薬、無添加のものを選ぶことがおすすめです。そして、先ほどお伝えしたように、レモンは皮に多くのポリフェノールが含まれています。そのため、オーガニックレモン以外の場合はしっかりと流水で洗ってから取り入れるようにしてくださいね。蜂蜜レモンの痩せる食べ方、太る食べ方、3つ目です。タイミング。先ほどお伝えしたように、蜂蜜には血糖値を安定させる効果があります。なので、この蜂蜜レモンはいつ取り入れていただいても OK です。むしろ夜に摂ることで、睡眠中の血糖値を安定させ、睡眠の質を高め、ダイエットや健康にメリットがあるとも言われていますよ。また、活動前の朝や活動中の日中に摂れば、食欲を安定させたり、疲れを取ってくれる作用も期待できます。そのため、蜂蜜レモンはいつ食べても OK です。ただ、空腹感が強い時には蜂蜜レモンを大量に食べると、レモンの作用で消化器に負担がかかってしまったり、蜂蜜の作用で血糖値が上昇しすぎるリスクっていうのも考えられるので、必ず先ほどお伝えした量を意識してくださいね。蜂蜜レモンの痩せる食べ方、太る食べ方、4つ目です。アレンジ。先ほどご紹介したように、蜂蜜レモンはもちろんそのまま食べても OK なんですが、
ダイエット効果をより高めたい場合はアレンジするのもおすすめです。例えば白湯やハーブティーなどに入れると温活効果やリラックス作用によってさらにダイエットや健康に効果的。他にもヨーグルトに混ぜたり炭酸水に混ぜて飲むとスイーツやジュース感覚のように楽しむことができます。意外と合うのがお肉の下地、マスタードと合わせたりお酢を加えてさっぱり煮にするのも美味しいですよ。このようにダイエットだけではなく作り置き調味料としても活用できるのでぜひ試してみてください。ちなみにこういった痩せ調味料、痩せる作り置きについてはこういったね書籍でもご紹介をしておるんですが、動画もねあります。簡単調理で楽に痩せたい方はぜひ概要欄から参考にしてみてください。ヒルナンデスで紹介されました、これが痩せ調味料の実力だ、デブ味覚リセット動画。他にも私の食べて痩せる食事法を3ステップで学んでやってみて、ダイエットから卒業したいっていう方は私の無料の公式 LINE がおすすめです。今なら小学館さんから 6.7 万部発行されております、こちらズボラ旬食ダイエットの書籍を人数限定でプレゼントしていたり、あとは痩せ調味料ダイエット1ヶ月献立カレンダーのお得なキャンペーンをやっていたり、私のオンラインの勉強会、あとは私が普段食べているレシピも定期的に LINE からプレゼントしたりご案内させてもらってます。気になる方は概要欄からお友達追加してあなたのダイエットにぜひお役立てください。ではチャンネル登録高評価どうぞよろしくお願いします。食事からビューティー保健師の増田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。